どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねエンバシースイーツホテルをチェックアウトしたところでございます。いや今日日差しやばい、めちゃくちゃ強い。よいしょ、ここでいいかな。本日はですね、ヒルトンホテルね、海外で、今回ねヒルトンダイヤモンド仕様ねしているわけなんですけども、本日泊まるのはヒルトンワイキキビーチホテルでございます。ということですので、ここからですね歩いて20分ぐらいかかるんですけども、まあ運動不足ねたたっておりますので、今回ねこのエンバシースイーツからね歩いていきたいと思います。だいたい20分18分とかねかかるみたいなんですけども、まあいいでしょうということで、早速ね歩いていきたいと思います。本日のハワイはこんな感じです。いやいいですね。ちょっとね風が強いんで、風切りがたくさん入ってたら申し訳ないです。ちょっとボーボー言っちゃうかもしれないですね。そこにねかき氷屋さんがあるみたいで、昨日もね結構並んでましたね。有名店なのかな、ザ。ちょっと読み方は分かんないですけども、このカラフルなね、カラフルなかき氷屋さんみたいですね。でここ日本食レストランみたいです。銀座バイリン、このオムライスとかカツとか展示されてます。洋食屋さんですかね。 ABC マート、 ABC マートじゃ ABC ストア。だここで必要なもん買っていくのもいいんじゃないでしょうか。まあコンビニみたいな感じですね。このエンバシーからも歩いてすぐ来れますね。いや今日ねめちゃくちゃ日差し強いです。やばいですね。まあこんなに気温高いんだったらねタクシーとか乗ってもいいんですけど、完全に運動不足になってますね。すごい、こう灰皿があるんだ。ちゃんと灰皿完備してますね。まあ、ここねしばらくまっすぐ行ってちょっと左に行くとねヒルトンワイキキがあるみたいですね。そうですね、そこがあれか、ハワイアンビなんだっけ、ロイヤルハワイアンセンター、あれ違うな、ハワイアンセンターでしたっけ、なんかショッピングですよね。まあでもエンバシースイーツに日本人の方いて聞いたところ、やっぱり比にならないみたいですね。こんなもんじゃないらしいです、ハワイの混雑具合は。そうそう、このお向かいのお店、名前何だったかな、このお向かいのお店、そう潰れちゃったんですよね。はい、再オープンするのかなちょっと分かんないですけども、結構ここあれだったと思いますんで知ってる方多いと思うんですけど、潰れてしまったみたいですね。ということでやはりねハワイはこんなもんじゃないということですんで、もっとあれですね、人が戻ってくるといいですね。いや体感だとね結構人もいらっしゃるんで、戻ってきてるじゃんみたいな感じだったんですけど、こんなもんじゃないみたいですね。はい、ということで、うん、このままねこの通りをずっとまっすぐ行って、ちょっと曲がってヒルトンワイキキビーチですね。この通りにロイヤルハワイアンとかモアナサーフライダーとかねホテルありますよね。前回そこに宿泊しましたね。ということでちょっとホテルまでね、とことこ歩いていきたいと思います。ということで到着しました。思ったより近かったですね。はい、こちらが、ヒルトンワイキキビーチホテルだったかな。はい、はい、こちらです。こちらですね、ヒルトンワイキキビーチホテル。まあ、ひとまずね、早速チェックインしていきたいと思います。さあチェックインできるかどうかちょっと分かんないですね。今ねまだ1時半ぐらいなんで、もしかしたらまだダメですよって言われるかもしれないですね。まあ、できればチェックインさせていただきたいですが、まあ、こればっかりどうしようもないんでね、ひとまずチェックインできるか聞いてみたいと思います。ハロー、センキューということでチェックインねさせていただきました。ありがたいですね。今回は3607ということで行ってみたいと思います。よいしょ、ちょっと私はね荷物を置きに入ってしまいましたけれども、こんな感じになっております。おー、いいですね。あ、思ったより広いですね。もっと狭いかと思ってました。
多分今回アップグレードされてないと思うんですけども、ちょっとこれはね後で確認してたいと思います。まずこちらにテレビ、でかいですね。これは30、いやこれ70ぐらいありそうですね。70インチぐらいのテレビがあります。いやめちゃくちゃ大きい、これはびっくりですね。これスタンダードルームでこの大きさなんですかね。でここら辺の引き出しは、あ、ここに金庫がありますね。こちら金庫で、これは空かな、はい、で冷蔵庫とかあるのかな。あ、ここにコーヒーマシンとケトルが入っております。いやケトルあるのありがたいですね、はい、でこちらに、あ、やっぱあるんだ、はい、冷蔵庫あります、ありがたいですね。 DVD プレイヤーもあるみたいです。でこちらは空ですかね、はい、ここら辺は空です。でこっち氷入れるやつもねあります。でこちらに PC デスク、いいですね、仕事しやすそうです。ですけどここに、あ、ここだ、ここにコンセントがちゃんとセットされておりますね。 USB、 おーすごい、 USB タイプ A が2つの AC が1つで AC が2つで、そのセットがもう1個ありますね。めちゃくちゃ充実してる、これはいいですね。ここまで充実してるのはなかなかないと思いますね。で帳簿を後にいたしまして、こちらが、ソファーですね。でこちらがベッドです。ベッド大きいですね、はい。でこちらに、あれですかね、向こうに充実してる代わりにベッド周りにはコンセントがなさそうですね。ライトだけついております。でこちら側、あ、こちら側にあんのかな、もしかして、あ、ありそう。これ多分マグセーフかチー充電のスポットだと思うんですけども、違いますかね。ちょっとやってみますか。これで何の反応もしなかったらちょっと面白いですね。ではちょっと乗せてみます。お、やっぱり充電できる、素晴らしい。これはマグセーフかチー充電が対応してますね。いやいいですね、はい、ちゃんと iPhone 充電できます。で、こちらに目覚まし時計と、ここに USB タイプ A が2つセットされてますね、はい。ですんでまあいいんじゃないでしょうか、ここに USB2 つあれば、うん。あっちの充実っぷりがちょっとすごいですね、本当に。でこちらに姿鏡があって、で荷物置く台が下にあります。でこれだ。でエアコンはこれですね。表示は、あ、変えれますね。今20度にセットされてます。このいじんのはこれで、この温度自体はタッチでいけるみたいですね、はい、ちょっと分かりづらいですね。24度ぐらいにしておきましょうか。で OK ですね。でバスルーム行きましょう。バスルームのライトは、はい、こんな感じになってます。いや結構でかくていいですね、はい、鏡もめちゃくちゃ大きい。で正面から見るとこんな感じですね。ドア閉めちゃいましょうか。よいしょ、はい、こんな感じです。でアメニティがちょっと見たことないですね。またヒルトンの中でもまた違うやつですかね。こちらが石鹸でボディーローションとハンドソープ、これはもう石鹸ですね、はい、こんな感じになっております。でトイレットペーパーとドライヤーとティッシュと、こちらは拡大鏡ですね、はい。でこちら側にタオルがあります。でクローゼットないなと思ったら、クローゼットはこのバスルームにセットされている感じですね、はい。でこちらにアイロン台とアイロンが入ってて、ランドリーバッグですね、はい、こんな感じです。でアメニティはこちらは備え付けですね。こちらのブランドのシャンプー、リンス、コンディショナーがセットされております。で可動式のシャワーのみっていう感じですね。あとねバスタブを今回ねリクエストさせていただいて、バスタブもついております。であとはお手洗いがあってっていう感じですかね、はい、そんな感じでしょうか。思った以上にバスルームが大きいということで、今回ですねヒルトンワイキキビーチホテルですね、こちら一泊ねお世話になります。一応ね、こちらはですね、アップグレードねしていただいた客室というふうになります。やはりちょっと広いなっていうのと、
あのバルコニーがねついてたんで、もしかしたらアップグレードしてもらったのかなと思っておりましたら、やはりねアップグレードしていただきました。まあ今回ね1段階アップグレードしていただいたので、まあ価格的にはね30ドル、20ドルぐらいですね。はい、ちょっとお値段が高いね客室に入れていただいたっていった形になります。だいたいこのホテルが350ドルぐらいなんで、まあ今ねちょっと円安が進んでますんで、まあ5万円とかいっちゃうのかな、まあそのぐらいの、価格帯っていうふうになります。で、今回は先ほどねアーリーチェックインねさせていただいて、チェックインしたっていう感じになりますんで、アーリーチェックインもさせていただいて、あとねあのフロントでよいしょこれ違う、はい、お水がね2ついただけました。でそんなもんですかね。はい、それ以外はですね特にないですかね。あと DVD Now っていう DVD がねレンタルできるみたいですね。はい、家族連れの方とかいいんじゃないでしょうか。多分、レンタルカードって書いてあるんで、あ、これあったな3年前に行った時にダブルツリーバイヒルトンに、ハワイのね無料宿泊特典ヒルトンバケーションズクラブの説明会でもらったねやつ行った時もなんかこれありましたね。はい、 DVD が借りれるということで、あとはホテルの案内がね、はい、書いてあります。こんな感じで、はい、まあ、これ全部英語で書いてありまして、まあ特に日本語の案内みたいなのは、はい、このホテルはなさそうですね。うん、今回ね3607号室ということで、ルームキーはねこのルームキーになりました。これ多分ヒルトンねどこもこれだと思うんですけども、このルームキーですね。で気になるね朝食なんですけども、やはりねここはアメリカということで朝食特典はですね、あのフード&ビバレッジクレジットにね切り替わっております。ですので明日の朝食もありませんし、このホテルにはもともとエグゼクティブクラブラウンジもありませんので、ラウンジも利用することができないっていった形になります。でこの18ドルに関してはバーであったりレストランであったりね、まあいろんなところで利用することができるわけなんですけども、でもこのホテルにはミニバーはないですもんね。はい、ミニバーはね確かダメなんですよ。はい、ニューヨークのコンラットとかもねミニバーはダメだったので、ミニバーはダメだと思ったけどミニバーはもともとついてないんでね。はい、ですんでそんな感じになります。ですんでまあこのホテルにはラウンジもありませんし、朝食もあのフード&ビバレッジクレジットに切り替わっておりますので、まあそんな感じですかね。まあこのフード&ビバレッジクレジットっていうのは1人18ドルもらえるっていう風になっておりますんで、まあご夫婦とかでね来られた方はまあ2人ともね18ドルもらえますので、まあそれでまあ朝食だったりねレストランでお酒、あ、レストランとかバーとかでねお酒飲んだりっていった形で利用することができるんですけども、まあやはりねあの18ドルって結構渋いですよね。うん、まあ多分ここのホテルの朝食を普通に食べようと思ったら18ドルでは多分食べれないと思いますんでね。はい、まあそんな感じになりますんで、まあステータス特典を持っていれどもですね、このハワイのねヒルトンホテル、まあアメリカのヒルトンホテルではですね基本的にこういった対応になりますので、この点は覚えておいてください。どっかでね18ドルあの使わなきゃいけないんで、これは明日のチェックアウトまでにね、まあ多分バーでお酒でも飲んで消化したいなと思うんですけども、まあこういった感じに、ね、なります。ではこちらにね一泊ねお世話になります。でこれからなんですけども、アーリーチェックインねさせていただいて、今ね、1時42分ということで、今日ねお昼を食べておりませんので、これからねあのなんだっけ名前どう忘れちゃった、あのショッピングモールありますよね、あのちょっと離れたちょっとあそこに行ってですね、あの食事ねしていきたいなと思います。ということでちょっとねめちゃくちゃ汗かきましたんで、シャワー浴びたいな、シャワー浴びてからちょっとね行きたいなと思います。いやーね今日めちゃくちゃ暑いです、ハワイ。はい、ということでちょっとサクッとシャワー浴びてね、行きたいと思います。それでは行きましょう。いやシャワー浴びてねさっぱりしました。今日めちゃくちゃ暑いですね。おお、ここからハワイの海も見えるんですね。ちょっと飛んでますね。はい、いやめちゃくちゃ綺麗ですね。今回ね最上階が36階37階とかで、私36階なんでね、あそうだバルコニーからの様子見せてないですね、失礼しました。ちょっとねどっかで入れましょう。はい、忘れてましたね。そうそう、今回バルコニー付きだったね客室でしたね。はい、せっかくのところ申し訳ない、ちょっと後でねお見せしますね。でね18ドルのフード&ビバレッジクレジットがねどこで使えますかね。まあ
インルームでも使ってもいい。いやでもせっかくだったらバーで使いますかね。うん、どっかにバーがあると思うんで、まあ、これねギフトショップとかねあるみたいなんで、ホテル内にあるのはいいですね。でここがコンシェルジュみたいな、チケットとかアクティビティとかねやってくれます。でこの後ろがねフロントデスクですね。よいしょ、ということで行きましょう。いやということで外に出てまいりましたけども、めちゃくちゃ暑いですね。でですね、今回あのアラモアナセンターに行くわけなんですけども、皆さんね ANA の特典航空券とかね、行かれる方多いと思うんですけども、まあ、ANA の航空券ね、まあ、あの特典でも優勝でもどっちでもいいんですけども、 ANA で往復する場合ですね、このハワイのね、アラモアナセンターに ANA がね確か電気のバスだったと思うんですけども、シャトルバスをね出してるんですよね。ですのでぜひこれ無料ですんで、利用してみてください。ぜひそれでねあのクーポン出して、あの提示して見せるだけでね往復無料でね利用することができますんで、これもね結構おすすめです。で今そのね、私も利用させていただこうと思っておりまして、今ねそこに向かっております。まあ、今ヒルトンワイキキビーチからこのまっすぐね歩いてきたら、もうよいしょこんな感じでビーチに出れますんで、まあここ右に右折してワイキキショッピングプラザに行きたいと思います。いやいいですね。ここマックですね何かと思ったら普通にマクドナルドでしたね。いやいいですね、まさにハワイっていう感じで。もう本当にねこれをまっすぐ行けばワイキキショッピングプラザに着きますんで、ちょっと歩いていきたいと思います。いやいいですね。いや本当にハワイに来ましたっていう感じで非常にいいです。じゃあちょっとワイキキショッピングプラザまでね歩きたいと思います。到着しました。私の Google マップだとここだって言ってるんで、多分ここだと思います。昔ハワイに来た時にねこれ乗ったことあるんですよね。ですんで多分これの脇道とかだったと思うんですけど、記憶は正しければ。で ANA のねあのデスクみたいなのもあった気がするんですけど、まあ、デスクっていうか、まあ、係員みたいな人もいた覚えがあるんですけど、実際今どうなってるかちょっと分かんないですね。ちょっと探しますねいや地下だったかな、ちょっと覚えてないんですよね。あった、ということでやっと見つけました。これですね、目印はねこの看板です。 ANA エクスプレスバスということで、あの公式サイトとね場所が違います。公式サイトはねここ T ギャラリアだったかな、で隣がワイキキショッピングプラザなんですけど、このね隣の道にあの地図出てるんですけど、前 T ギャラリアの脇からね出てて、公式サイトもそこ書いてあるんですけど、場所変わったっぽいですね。いやこれはねやられますね。はい、ですんで今 Google マップねあの載せておきますけども、利用される方気をつけてください。公式サイトも前の場所がね書いてありますね。いやこれはびっくり、まさかですね。でお店もねここにねワイキキのマリアっていうお店があります。まあこれの前にね来ますんで、
いやこれはねやられますね、びっくりしました。なかなかあのぐるぐるしてもね、あのこれの看板見つけられなくて、あのちょっと先に行って曲がったらね看板がありましたんで、今ねまだ来てないみたいなんで乗っていきたいと思います。いや風がすごい、風切り音がちょっとたくさん入ってたら申し訳ないです。ということでしばらくねバス君の待ちたいと思います。私を含めて利用されている方は4人しかいらっしゃらないです。で車内こんな感じで、それはねアラモアナセンターで揺られたいと思います。いやめちゃくちゃ快適ですね、はい、乗車方法は、クーポンを、運転手さんに見せるだけで OK です。で有料でもね一応乗ることができますので、一応腰サイトを乗せておきますね。ではアラモアナセンターまで15分ぐらいですかね、行きたいと思います。では行きましょう。バスがねこんな感じになりまして、ちょっとね向こうで来るシーンが撮れなかったんでこっちで撮りますけども、このバスがね到着となります。で帰りはですね、このアラモアナセンターのこの入り口ですね、ここの前にねこんな感じで ANA のねエクスプレスバスの看板がありますんで、時刻表を見ていただいて、まあこれね利用することができるっていう感じです。ここからね出発しますんで、もう来た瞬間にね帰る方もね利用されている方いらっしゃいました。ということで行きましょう。何しますかね、まあ、せっかく来てますんで D ポイントが使えるお店に行きましょう。まあ多分このハワイの滞在はね、はい、基本的に全部 D ポイントで行こうと思ってますんで、ではね行きたいと思います。では早速ご飯を食べましょう。これ本当にフードコートになってる感じですね。あ、ここだ。違うかな。何ラーメンだろう。なにわラーメン、違うな。結構ね、ちょこちょこ D ポイント使えるお店があるみたいなんで、ちょっと D ポイント使えるお店でいただきましょう。めちゃめちゃ混み合ってますね。あ、ジョリビーとかあるんですね。ステーキと、これは何屋さん、これはハンバーガーみたいな。でこれがコリアンバーベキューで、パンダエクスプレスですね。でリンガーハット、あ、ここ確か D ポイント使えるって書いてあったな。ちょっと聞いてみましょうか。なんかダメって言われそうな気がするけど、何にも書いてない。 I would like to use D points No? あ、ダメなんだ、使えないんだ。 OK 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 OK。 ということでこのリンガーハットね、公式サイトに使えるって書いてあるんですけど使えないですね、はい、あの店員さんもね全く、知らないそうなんで、はい、公式サイトは書いてあるけど使えないみたいな、まあ、そんな感じみたいですね。あ、ここのラーメン屋さん、こちらバリオ、ここも確か D ポイント使えるって書いてありましたね。ちょっとこれは後で、あ、でもシールが書いてあるんで多分使えそうですね。ラーメンにしようかな、後でもう一回見ましょう。ちょっとね他回ってみましょう。ステーキてっぺ、ここも使えるはず。あ、ここも D ポイントね、ちゃんとシールが貼ってありますね。こちらのステーキてっぺも使えます。いや、いいですね、ステーキにしましょうか。そうですね、せっかく来てますんでステーキにしましょうか。ステーキいただきます。ということでこちらステーキ鉄平さん、無事 D ポイントを使いました。いや、ありがたいですね、はい、あのお店も紹介していいということですんで、こんな感じでいろいろメニューから選べて、ステーキとかもね、$22.95、まあまあしますけども、まあ、D ポイントだったら全然いいですね、はい、2300ポイントで買えるってことですね。いや、いい。ということでこちらで昼食いただきたいと思います。今ね注文して待っております。
ということで購入してきました。ちょっとね喉が渇いてたんでちょっと D ポイントだしいっかと思ってラージって頼んだらめちゃくちゃでかいの来ましたね。伝わるかなこのでかさ。日本にはないラージですね。これはねダイエットコークです。ということでいただきましょう。ステーキ鉄平さん本当にご親切に対応していただいてちょっとお話もさせていただいてありがたいですね。ということでいただきましょう。ちゃんとねお箸とあとフォークかな、はい、いただけます。で今回なんかランチプレートみたいになってましてこんな感じになります。よいしょ。いやー美味しそうですね。顔にピントがいってる。いやめちゃくちゃ美味しそうですね。入ってるのは私はね白米にして蒸し野菜であとガーリックトーストにしましたね。はい、ということでいただきましょう。いやーこれ D ポイントで食べれるのはいいですね。これでですね、22ドル95セントですね。あ、じゃあ25ドル70セント25ドル70セントなんで、まあ、2570ポイント、まあ日本円だと多分3500円とかもっといっちゃうかな。はい、ちょっと今適当に計算してるんでいくらいくか分かんないですけども、いやいいですね。ではいただきましょう。非常に美味しそうです。ちょっと何もかけないでなんか味ついてそうなのでそのままちょっと食べてみます、うん、あうまっ。やっぱりもともと塩コショウがついてますね。うんうん、ちょっと手が汚れるんであれですね濡れティッシュ持ってきた方がいいですね。一応布巾みたいなのはねくれるんですけどもちょっとアルコール消毒シートとかあると普通にお手拭きみたいなのがあるといいと思います。ではこれはねガーリック醤油。うん、うまい。これ何ですかね。ちょっとこれ何か分かんないな。これなんだろう。お野菜につけて食べるの。うん、ガーリックマヨネーズですかね、うん、めちゃくちゃ美味しいけどこれですって言われないと何かよく分かんない。多分ガーリックとマヨネーズと思う。温野菜もめちゃくちゃ美味しいですね、うん、いや適度に野菜も取れていいんじゃないでしょうか。お肉の下にはねキャベツが入ってるんでこれはいいですね。ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。いやいいですね。 D ポイントめちゃめちゃ有効活用してますね。はい、肺が。ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。では食べ終わりました。まあせっかく来ましたんでね、はい、お店散策しますか。せっかくなんで。いやめちゃめちゃたくさん人いる。すごいですね。多分楽天カードのラウンジやってるのかな。多分やってなさそうですよね。私が3年前来た時にオープンするって言ってオープンが延期したんですよね。だから、楽天カードのラウンジに行くとねなんかお水とお菓子みたいなねオープン延期でしてすいませんみたいな感じでもらえたのは覚えてるんですけど今どうか分かんないですね。でも見た感じ閉まってる店はなさそうですけどどうでしょうかね。確か上の方にあった気がするんですけどなんかイベントがあるんですかね。それはね案内板に来ました。はい、ありますね楽天カードラウンジ。はい、ということで行ってみましょう。やってないかもしれないけどまあ行ってみましょうって言ってますけど楽天カード持ってきてないですこのアラモアナセンターにね来るとは思ってなかったんですよねD ポイントが使えるってなってじゃあ行くかみたいな感じだったんですけどちょっとこれも予想外だったんですいません持ってきてないです。で JCB のラウンジもワイキキショッピングプラザでしたっけ。あそこにあるみたいですね。 JCB は一応持ってきたんで JCB はちょっと明日にでも行きましょうか。 JCB 持ってるだけで入れるみたいな感じなんで特にゴールドじゃなきゃいけないみたいなのもないと思います。楽天カードアプリで入れてくんないかなまあちょっと見ていきましょう。
それでは到着です。お、楽天カードラウンジやってますね。わ、すごい、オープンしてるんだ。こんな感じで楽天カードラウンジありますね。さあ、まあ、ちょっと入れないと思いますけど、ちょっと聞いてみましょうか。どこから入るんだろうな。これ違うんだよ、これザラなんですよ。あ、そっちだ。こんな感じで楽天カード会員専用ラウンジですということで、多分入れないと思います。ということで予想通り断られましたね。はい、ということで楽天カードラウンジはね、営業しております。ぜひあのハワイに来る方は楽天カードを持ってくるとラウンジ使えますんでね。多分ソフトドリンクとか多分飲めるんじゃないですかね。はい、子供のキッズスペースとかもあるんで、お子様連れはかなりいいんじゃないでしょうか。ということでどうしましょうかね。はい、帰りますか。はい、帰りましょうかね。ちょっと考えます。ではアラモアナセンターの反対側の一般道の方に出てきました。こちらにね、スイートクリームチーズっていうね、スイートクリームチーズだったかな、ちゃんとお店の名前呼びますね。スイートクリームズっていうお店ですね、があるそうなんで、ちょっとそこに行きましょう。ここもなんとですね、Dポイントが使えるということで、ここは スイーツのお店みたいなんですけど、ちょっとね、お腹がいっぱいなんですけども、まあ スイーツぐらいだったら食べれるだろうということで行きたいと思います。このアラモアナセンターの周りはいいですね。食事、まあ、ラーメンかステーキで、このスイーツということで全部 D ポイントが使えますんでね、まあ、ちょっとスイートクリームズは使えるかどうか行ってみないと分かんないですけど、ちょっとね突撃したいと思います。街並みはこんな感じ。もう間もなくあるはずなんですけど、すごいザ・アメリカっていう感じがしていいですね。これは何屋さんなんだろうと思ったら、これバーガーキングなんだ。バーガーキングですね。これはこれは居酒屋かな。日本の名前が書いてある。あ、ラーメン屋さんだ。入り口は反対側にあるみたいです。私が行く店どこだろう。もう通り過ぎてる。これは嫌な予感してきましたね。潰れて、いやでも Google 検索だと潰れてるとか書いてないですね。この一角だ。行ってみましょう。さあ、あるのか。ここはラーメン屋さんの入り口ですね。あ、あったあった。はい、こちらですね。はい、スイートクリームズ。あ、やってますやってます。ちゃんと D ポイント使えるの文字があります。ということで行ってみましょう。ちょっとね、聞いてから注文しましょう。で、メニューはね、こんな感じです。ストロベリーチーズケーキ、クッキークリーム、抹茶、ココア、レインボー、コーヒー、パイナップル、チョコバナナですかね。はい、でもめちゃめちゃ店内混んでるんで、結構人気店なのかもしれないです。ということで私は何にしようかな。ストロベリーショートケーキにしようかな。はい、いただきたいと思います。では行ってみましょう。涼しい。どんな感じになるんですか。とりあえずね、 D ポイント使えるか聞いて注文していきたいと思います。まあ使えなかったらね、出ましょう。じゃあちょっと待ちましょう。今並んでますんでね。はい、ということで無事ね購入できました。はい、ちょっとねミントベースのものがありましたんで、チョコミント好きの私としてはこれにいたしました。あんまり映ってないな。はい、 D ポイントはね無事利用することができるんですけども、なんかねレシートを発行してくれようとしてて、なんか店員さん困ってまして、レシートいらないよっていうのをね言って出てきました。7.5ドルということで、本来だったら多分これ1000円ぐらいいくと思うんですけども、はい、1ポイント D ポイントで、ね、支払いました。ということでいただきます。うん、消毒するの忘れちゃった。めちゃくちゃうまいっす。うん、いやこれはいいですね。この向かいにリンガーハットがあって、リンガーハットをこのスイーツで、ここにラーメン屋みたいな感じでありますんで、
ぜひ気になる方は来てみてください。結構ねお客さんすごいです、はい、私が行った時もね何組だろう、5、6組の方並んでおりまして、今はちょっとね空いてますけども、また今お客さんが来たっていう感じで、結構人気店なのかもしれないですね。うん、うん、めちゃくちゃうまいですということで、あとはゆっくりいただいて ANA のバス乗って帰りましょう。あ、サイズはね2つあって、これレギュラーサイズなんですけど、もう1個6ドルのねケーキサイズみたいなのもあるみたいですね。まあ私はまあ D ポイントで払うんだったらいいかなと思って大きいサイズを注文しました。ということで、あとはゆっくり食べていきたいと思います。それでは ANA のバスに乗って帰りたいと思います。いやー、ここやっぱり無料シャトルで来れるのいいですね。うん、なんか土日はねあれみたいですよ、もう一個先のあれは何なんだ、ショッピングセンター、ちょっと名前は出しておきますけれど、そこもね利用できるみたいなんで、あ、利用できるか、まあ、行ってくれるみたいなんでね、土曜だけ、それ以外はダメみたいですけど、まあでもいいですよね、はい、土曜日もし行かれる予定のある方ぜひ利用してみてください。ということでバスに乗って帰りましょう。看板どこだったかな、あ、ここかな。終バスが何時だったかな、ちょっと時刻表見て確認しましょう。ちょっとここにね看板がなくなってるんですよ、やばいもしかしたら終バスを逃したかもしれないですね。まあその時は適当に乗って帰りましょう。まあ歩いてもいいですしね、30分ぐらいでね帰れるんですよ。ひとまずちょっとねあの時刻表を見たいと思います。時刻表だとですね、8時ぐらいまでねシャトルバス出ておりますんで、まだね最終バスが行ったとかそういうわけではなくて、なんで看板なくなったんですかね、乗り場が変わったとかそういうわけじゃないと思うんですけど、一応ちゃんとねここにはね ANA のシャトルバスのマークがあるんで、多分ここで大丈夫だと思うんですけどね。ということで、あとね今行っちゃったばっかりみたいで、15分ぐらいねかかるみたいですけども、ここでバスね待ちたいと思います。ということで時刻はね5時19分になりました。本来ね5時15分にねバスが1本来るはずなんですけど、いやーもしかしたらね、一応公式サイトねもう一回ちゃんと確認したんですけど、一応5時15分発と5時45分発があるはずなんですけど、まあ一番上の方にね予告なく変更する場合がありますみたいな書いてあるんで、いやちょっと怖いですよね。まあ一応45分にバス来ますんで、予定ではね、まあ15分のもう私ね5時過ぎぐらいから待ってたんで、逃したってことはないと思うんですけど、まあひとまずね45分まず待って、まあ来なかったら歩いて帰りましょうかね。まあここに今ねピンクラインのバスたくさん乗ってるんですけど、はい、あれですね、並ぶときはすごい並ぶし、なんか並ばないときは全然並ばないみたいなね、そんな感じみたいで、昨日ねツイッターでツイートされてる方は本当にめちゃくちゃ並んでるみたいな感じだったんですけど、今ねこれ停車してるんですけど、一人も待って おりませんので、まあこれもタイミングによる感じですかね。まあひとまずちょっとあともうちょっと待って、ダメそうだったら、いや JCB カードね今日持ってきてないんですよ私、まあ、持ってくればよかったんですけど、まさかね帰りのトロリーバスでこんなことになると思ってなかったんで持ってきませんでした。ということで、もうしばらく待ってダメそうだったら歩いて帰りたいと思います。まあいい運動だと思って帰りたいと思います。来るかななんかずっと私がここで待っててね不安にしてたらね、現地に住んでるね女性の方が声をかけていただいて、大丈夫困ってないみたいな感じで声をかけていただきました。一応ここを通ってこのぐるっと中に入ってくるみたいな感じみたいなんで、まあここで見つけれれば安心ですよね。どうなんだろうな、さすがに一応ね8時過ぎぐらいまで一応本数あるはずなんで、いやさすがに5時台でね5時以降のバス全部飛ばすってのはさすがにしないと思うんですけど、まあこの時期なんでねちょっと分かんないですよね。まあひとまずあと45分のバスまで待って、ダメそうだったら歩いて帰りたいと思います。ということで来ました。いや来てよかったです。今ね17時半ということで、
これは15分のバスが遅れたのか45分のバスが早く着いたのかよくわからないです。まあ、ひとまずね来てよかったですね。はい、乗っていきたいと思います。ハロー。1時間に1本になったんですかね。ちょっとここまで不安定だと利用しづらいですね。しかもこれもどこに聞けばいいかわかんないしね。しかも出発しましたな。ちょっとこれはあれですね、ちょっと残念ですね。せっかくいいサービスやってるのにもったいないですね。それはね、ワイキキショッピングプラザまで、乗っていきたいと思います。いやでもこの景色は本当にいいですね。ということでワイキキエリアに戻ってまいりました。ホテルに帰りましょう。今ちょうど6時10分ということでだんだん日が暮れてきましたね。まあ、昼間と違ってね、今かなり過ごしやすいですね。もう全然涼しいっていう感じで暑くも全然ないですね。ということでホテル戻りたいと思います。それではね、歩いてホテルに帰ろうと思ったらですね、見てください。今ねちょうどこうロイヤルハワイアンセンターの目の前ぐらいなんですけど、今日ねお祭りらしいですね。たまたまね今マイラーの方でねハワイ来られてる方いらっしゃいまして、その方がツイートされてて知りました。ね年に1回のねワイキキのお祭りみたいですね。で今ねもうこんな感じで道路もクローズしてお祭りやってます。せっかくなんで見て帰りましょう。いやめちゃくちゃラッキーですね。ということで行きましょう。いやまさかですね。いやめちゃくちゃいろんな種類のお店があります。 T シャツからアイスクリーム、あと帽子とかね、ぬいぐるみとかも売ってます。いやすごい人ですね。ちょっと何屋さんか分かんないところが多いですけど、パーキーレッグ売ってますね。見ていきましょう。ここはこれはすごい、トウモロコシですね。トウモロコシ、トウモロコシにこんな感じで、いやすごい、これは面白いですね。美味しいのかな。これは何でしょうかね。ポケとかも売ってますけども、メインディッシュは違う。このフリフリチキンってやつですかね。いやいいですね。おまわりさんとかも普通に楽しんでます。あ、まさかのこれはココナッツジュースならぬ、何ですかねこれ、サトウキビかな、違うのかな、分かる方いたら教えてください。向こうでカッティングやってますね。これが何かちょっと私は分かんないですね。サトウキビじゃないのかな。でもいいですね。あでもやっぱりハワイといえばこっちじゃないですか。いいですね、映えますね。パイナップルのフレッシュジュース的なやつですね。ちなみにこのスムージーが14ドルみたいですね。あ、ココナッツジュースも飲めるみたいですね。あ、これでも飲んでる人見ましたね。いやー面白い、これは映えますね。いやいい。こっちはステーキですね。シングルステーキプレート15ドル。めちゃくちゃ高いかと思ったらそうでもないですね。でこちらはジュエリーですね。あこっちもジュース屋さんがあります。でこっちはチョコバナナかな。はい、そんな感じですね。やっぱりウクレレも売ってます。あとサーフボード、あこれは可愛いですね。あとやっぱりパーティーには欠かせないキラキラも売ってます。こちらは、あ、これはドーナツ的なやつですかね。はい、クッキーだ。
でも美味しそうですね。この長い行列は何の列でしょうか。ステーキですね。わあすごい、めちゃくちゃ並んでます。ビーフブリスケットとか美味しそうですね。あーすごい、こっちもフレッシュジュースが売ってますね。これは何屋さんなんだろう。あー日本でいう焼き鳥みたいなお店でしょうか。いやーいいですね。いやめちゃめちゃいいタイミングで来ましたね。まあ、年に1回のお祭りなんでやっぱりすごい人ですね。はい、こんなところでしょうか。もうちょっとで終わる感じですかね。いやこれはいい今日9月の現地で、今日10日だと思うんですけども、10日かな、昨日9日、そうですね、今日10日なんですけども、いやいいですね、この日にめがけて来るのもいいかもしれない。本当はここ通りなんでね、今日は道路を封鎖してお祭りになってますけど、いいですね、うん、すごい。すごい車とかも、これは触るなって書いてあるんで多分売り物じゃないですね。展示会的な、かっこいいですね。はい、ということでお祭りエリア終了でございます。本来道路のところをね歩けるっていうのもまたいいですね。はい、ということでホテル戻りたいと思います。それでは客室に戻ってきて景色を眺めております。いやーめちゃくちゃ綺麗ですね。まあ、ちょっとねビーチ沿いではないですけども、かなりいいんじゃないでしょうか。36階ですんでね、かなり高い方なんで綺麗に見えますね。ちょっと左の方にね夕焼けとかも見られると。まあでもねここの場所はですねまあ見ていただければ分かる通り、はい、お隣さんの部屋にもあるんですよね。はい、ですんでガチンコしたら結構恥ずかしい感じになります。でもまあこんな感じでねゆっくりねすることもできますんで、まあここでねその景色見ながらねお酒飲むなんていうのもね悪くないんじゃないかなと思います。でバーでねちょっといただこうと思ったんですけど、バーがね満席でちょっとね人いっぱいだったんで、インルームでもねこれ使えますんで、インルームでちょっと注文しましょうかね。18ドル分なんで、まあビール2本ぐらいは頼めるんじゃないかななんていうふうに思いますんで、まあ、ちょっとねビールでも飲みつつ消化していきたいと思います。ということで今ねインルームダイニングのメニューをねちょっと皆さんにお見せできればなと思うんですけども、客室にねQR コードが机に貼ってあるんですよね、ルームサービス。ちょっとねこれですってお見せできないんですけども、まあ、それ読んでいただくとちょっとここに出てるね画像が確認できるという感じで、ランチ、ブレックファースト、ディナーということで、まあ時間帯がね決まってますけども、今はねディナータイムになるんで、まあここからね注文できるという感じですね。でシップオンディスってところ見るとオレンジジュースとかねコーヒー、紅茶とかコーラとかねそういったものがね注文することができます。残念ながらねアルコールはここにね載ってないみたいでダメみたいですね。ですんでちょっとバーの方にねもらいに行きたいなと思います。これですねサーブドオールデイ、まあこれ一日中頼めるやつだと思うんですけども、ここだとね、今回フード&ビバレッジクレジットが18ドルっていうことですんで、まあこれだったらね、はい、餅パンケーキっていうのがね18ドルで注文できますんで、まあこれだけになりますけども、これだったらね、まあ追加費用かからずね、注文できる感じですね。あとこのバターミルクショートスタックっていう、まあちょっとこれ何かわかんないですけども、まあこういったものであれば足出ずに注文できますけども、ハンバーガーとかね、これで食べれればね、よかったんですけども、残念ながらハンバーガーは全部20ドル超えなんでね、ちょっと選ぶことができない感じです。こんな感じになります。ということなんで、ちょっとね、ビールいただきたいなと思いますんで、部屋付けでね、持っていきたいと思います。それではバーの方に行ってもらってきました。結構好きな、日本でも飲めます、ブルームーン。はい、これがね、8ドル、8.75ドルだったんで、まあ、これと、一応もね、もう一本もらってきたんですけど、こちらワイキキのビール。これで 18.75 ドルだったんで、まあちょっと一応よりはみ出ちゃったんですけど、まあいいかと思って、せっかくなんでね、はい、好きなビールとワイキキのビールをいただきました。ということでいただきます。フルーティーな感じで、ね、非常に美味しいです。ということでしばらくねゆっくりしたいと思います。
このソファねめっちゃいいですね。こっちに足を伸ばしてねゆっくりできますね。ちょっと夜景なんか見ながらお酒飲みたいなと思います。ということで時刻がね夜8時になりました。今ねお風呂と歯磨きを済ませましてめちゃくちゃ眠くなってきてしまったので、今日のところはねこんな感じで休みたいなと思います。ということでおやすみなさい。また明日です。おはようございます。ただいま9時16分ということで、昨日ですね結構早く休んだんですけども、夜中にね目覚めてしまって、そこからね仕事をして明け方ぐらいに寝て今っていた形になります。はい、まあ9時ということで、まあ、本来だったらね朝食なんてねいうタイミングなんですけども、まあ、このホテルはね朝食ありませんので、まあ、ある意味ね良かったのかななんていうふうに思っているわけなんですけども、ひとまずですね、朝食食べに行きたいと思います。では行きましょう。ということで今私はねホテルの前にいるわけなんですけども、本日はですねエッグスイングスってありますよね。はい、日本でも結構有名であるあのパンケーキ屋さんありますよね。そこにね行きたいと思います。この前泊まったエンバシーホテルのね近くにあるんですけども、まあ、そこまで行って食べて、まあ、今日のところは帰ってきて、でまたホテル移動しなきゃいけないんでねパッキング等々していきたいと思います。昨日お祭りあったのはちょうどここら辺で昨日お祭りがありました。すごいですね、跡形もなく特に汚いわけでもないんで清掃とかも結構ちゃんとされるんですね。何にもないような感じですね。バリケードみたいなのもちょこちょこされてたんですけど、まあ、バリケードっていうかテントかもうあれなんですね、その日に解体されて翌日に持ち越さない感じなんですね。何にもない、ちょっとびっくりです。はい、ということでちょっととこと歩いていきましょう。ということで到着しました。場所はね概要欄に載せておきますんで、ここも D ポイントが使えます。ということで聞いてみたいと思います。行きましょう。なんかね並んでる人がいる、もしかしたらウェイティングなの、まあ、ちょっと行ってみたいと思います。ということでちょっとね向こう側出てなかったですけども、はい、見てください。これですね、 D ポイント使います。こちらねグッズが売られておりますね、かわいい。で今ねウェイティングということで30分ぐらい待ちみたいですね。あの電話番号を教えてショートメールがねいただけるということです。結構いろんなグッズがあるんですね、帽子とかもある。でこっちにはあカバンね、かわいいですね。うん、すぐ欲しくなっちゃうんだね。これは何だろう、パンケーキミックスとか売ってるんだ、持って帰れるんですね。でこちら蜂蜜ですね、結構これよく見るやつかな、また違うやつですかね。はい、こんな感じになっております。ひとまずねちょっとウェイティングなんで待ちたいと思います。ということで今ね待っている最中なんですけども、このねエッグスイングスね気をつけなきゃいけないのは、朝7時から空いてるんですけど午後2時までしかやってないんですよ。これちょっとね今だけの対応なのかちょっと分かんないですけども、まあ、こうなっておりますんで、まあ、遅めのランチみたいな食べたいなみたいな、ちょっと3時のおやつに食べたいなみたいな時は利用できませんので、この点はねご注意ください。ということで呼ばれるまでしばらく待ちましょう。では呼ばれましたので行きます。ということで中に入ってまいりました。日本語表記がありそうと思いきや日本語表記はなさそうですね。聞いてみよう。 No Thank you ジャパニーズメニューはないそうです。はい、あのね今私が食べてる隣がね案内係の人なんですよね。ということなんでパンケーキとコーヒーをねいただきたいと思います。ではちょっともう見切れてますけども、アイスカプチーノいただきました。めちゃくちゃ甘そうですけどどうでしょうか。めちゃくちゃ甘いです。ちょっと失敗しましたね、うん、アイスコーヒーでよかったですね、うん、これから多分甘いパンケーキが来ますね。まあでもめちゃくちゃ美味しいです。味は甘いですから。ではパンケーキもしばらく待ちたいと思います。ということでやってまいりました。これがストロベリーパンケーキです。
やばいですよ、ね、相変わらずやばいです。こんなに食べれるかな、ちょっと心配になる量ですね。パンケーキ5枚ですからね、しかも1人で食べます。でもこれで16ドルとかだったんで、ハワイにしては結構良心的なんじゃないでしょうか。ではいただきましょう。クリームだけつけていただきます。パンケーキ自体はね、そんなに甘くないんで、こんな感じでメープルシロップがもらえますので、かけていただきたいと思います。これかけた方が美味しいですね、うん、いや、ハワイでパンケーキでいいんじゃないですか。これが D コインで払えるんだったら結構いいっすね。ちょっと食べきれるかどうかわかりませんけど、頑張ってね、食べきりたいと思います。またね、カプチーノも残ってますけど、頑張って食べたいと思います。それでは気合で食べ終わりました。いやー、めちゃくちゃ腹いっぱいです、やばい。で、パンケーキ、ストロベリーパンケーキとアイスカプチーノとオレンジジュースと、タックスで、全部で 26.2 ドル。釣るかな、釣ってない。でちゃんとしない、下の方にチップは入ってませんって書いてあるんで、まあこれをチップを含めて会計っていう感じで、ここはね、珍しくテーブル会計ではなくて、ここにね、レジがあって、日本のファミレスみたいな感じで、まあここでね、支払うみたいな感じです。ではね、 D ポイントカードで支払っていきたいと思います。レジにもね、 D ポイント使えますって書いてあるんで、まあさすがに大丈夫だと思います。ということで、エグチングス出ました、はい、お手洗いね、1階にありますんで、1階で番号を聞いてお借りする感じですね。セキュリティコードがかかってますんで、自由には使えません。まあ利用される方限定みたいな感じですかね。でね、今午前の11時ぐらいになってるんですけど、めちゃくちゃ人増えてますね、はい、7時から2時までしかやっておりませんので、まあ、早めにね、来られることをお勧めします。はい、こんな感じになってます。めちゃくちゃ並んでますね。ということで、ホテル戻りましょう。ちょっとロイヤルハワイアンセンターでお土産を買いつつ、ホテル戻りたいと思います。ではホノルルクッキーのお店に来ました。うちの奥様にお土産を頼まれたので買っていきたいと思います。まあハワイといえばっていう感じですよね。どれだろうな、なんか、あ、これかな、はい、ちっちゃいやつって言ってました。もうパイナップルの形をちょっととどめてない気がしますけども、まあ、これだって言ってたんで、これ買っていきましょう。6ドル95セント、1000円ぐらいですかね。まあこんなもんでしょう、はい、ではこれ買っていきましょう。まあ、それ以外にはこんな感じでサーフボードになってるやつとか、こんな感じのやつも可愛いですね。いや、でもいいですね、見てて楽しい。ここはロイヤルハワイアンセンター内のお店です。では買っていきましょうかね。ここはね、11時オープンで、今オープンしたばっかりですね。それでは1階ホテルに帰ってきまして、プールにね、行きたいと思います。まあ入りはしないんですけども、まあプールがどんなもんなのかね、皆さんにお見せできればなと思います。本当にここからの景色やばいですね。こっち側の客室になった人はかなりいいんじゃないでしょうか。いやー、ビーチビューが良かったなこれすごいですね。この景色、夕方とかちょっと見たかったですね。はい、ということで10階のプールフロアに行きましょう。ハワイはね、ホテルもオープンになってる感じもあるんで、もうどの階に行くのにもロビー以外は基本的にこのカードキーをね、近づけないとその階には行けなくなってますね。もちろんプール階とかにも行くことができません。ではプール階に着きました。どんな感じなんだろうな、あ、こんな感じですね、はい、オープンデイリー、午後12時から6時半、ハッピーアワーは12時から2時。これ多分バーだと思いますね。プールバーでは持ち込んで飲まないでくださいって書いてありますね、はい、プールバーで買ったものだけっていう感じですね、はい、よいし
おお。すごい。あ、お水とかあるんですね。これペットボトルに入れれるやつですね。はい、無料です。で、タオル。これもあれですね。ここに全部利用方法が書いてますね。あのカードキーを足せばあのタオルが出せるっていう感じですね。返却しなかったら20ドル請求きます。ということでプールサイドはこんな感じになってます。いやーいいですね。あ、結構広いんですね、うん、まあ、でこっちにはジャグジーみたいな感じで利用できると。はい、こんな感じになっております。はい、まあそんなにめちゃくちゃでかいわけじゃないですけど、まあ十分じゃないでしょうか。ホテルがねビル高いんで今日陰になってますけど、こっち側は日向になってますね。これから12時過ぎると全体的に日向になる感じですかね。まあでもいいですね。はい、こんな感じになってます。ちょっと反対側行って戻りましょう。あ、こうやってくつろ横になってくつろげるやつもあるんですね。で反対側のね奥の方にはバーがある感じです。あ、でこっち側にシャワーとかあるんですね。お手洗いも併設されております。いや、いいですね。はい、でこっち側には座る場所もあると。はい、ヒルトンワイキキビーチホテルのプールエリアはこんな感じになってます。では客室に戻ります。ということで時刻はね今11時50分ということで、このホテルはですね12時チェックアウトということで、本来ですね、はい、でレートチェックアウトをね、お願いいたしまして1時間レートチェックアウトね OK ということですんで、13時チェックアウトで行きたいと思います。パッキングして、次のホテルね、向かいたいと思います。いや結構あっという間でしたね。はい、ということで時刻はね、12時20分になりましたので、そろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。景色はねちょっとマウンテンビューでねこんな感じなんですけども、まあビーチビューの方がねやっぱりね華やかな感じがしますけども、まあ、マウンテンビューもね十分綺麗かなと思います。またねこのバルコニーがね本当にいいですね。まあこういった感じでビーチにはね面してない今回客室でしたけども、まあ、もちろんねビーチも、面している客室もありますんでね、これスペシャルリクエストで予約するときにね入れていただくのもねいいんじゃないかなと思います。私は特にね今回ビーチビューがいいとかねそういったリクエストは出さずにバスタブだけねリクエストさせていただきましたら、まあ、アップグレードねこの客室に入れさせていただいたっていった形になります。ということで今回ですねヒルトンワイキキビーチホテルですね一泊お世話になりましたけども、まあ、個人的にはですねそんなに悪くないかなと思うんですけども、まあ、利用する施設によってはちょっと不便っていうかちょっと遠いですかね。はい、まあアラモアナセンターとか行きたいとかロイヤルハワイアンセンター行きたいとかね、まあ、ビーチだったらそんな遠くないんですけども、まあ、そういった場所だとねちょっと10分15分ぐらい歩きますので、まあ、ちょっと遠いかなって感じる方もねいらっしゃるかなというふうに思いますかね。ビーチをねすぐ目の前で使いたいっていう方はですねちょっと選択肢から外れちゃいますかね。まあ、そこまで遠くないですけどもやはりねもっと近いホテルがありますんでね、はい、そういうのを見ちゃうとちょっと遠いかななんていうふうに思うのと、まあ、ここのホテルだったらこれみたいなねっていう特典がそんなに今回ね滞在して感じられなかったので、まあ同じ確かここも7万とか6万とかそのぐらいのポイントで抑えたと思うんですけども、まあそのぐらいのポイントで抑えるんだったらやっぱりエンバシーホテルの方がね上回ってくるかなっていうところですかね。まあやっぱりねハワイということでクラブラウンジがねありませんので、まあ、結局ヒルトンホテルだったらね基本的にクラブラウンジってあるんですけども、ハワイということでクラブラウンジがありませんので、まあちょっとねヒルトンホテルっていうねこの強さがちょっとラウンジがないことによってねちょっと弱まっちゃうかなっていうところですかね。はい、まあ客室もねホテルの設備とかもねプールもありますし全然いいんですけども、比べちゃうとね、はい、エンバシーの方がいいかなって思いますかね。
ということで、ぜひね皆さん感想を教えていただければなと思います。今回ね、結局ダイヤモンドステータスで利用できた特典としてはアーリーチェックインとフード&ビバレッジクレジットですね。こちらが1泊18ドル、レートチェックアウトが1時間ね延長で1時まで利用することができました。そんなもんですかね。ちょっとね前回の動画の話になってしまって申し訳ないんですけども、エンバシーリゾート料金取られません。でこのホテルもねリゾート料金取られませんので、ポイント宿泊ねされる方は特にね追加料金かからずして宿泊することができますんで、これはね非常にいいですね。はい、ステータス特典でねあのリゾート料金なしみたいなのがねヒルトンホテルあるんですけども、それもねバッチリ使えるという感じでございます。いやこれは本当にいいですね。ということで今回ですね、こんな感じで、動画ね終わりたいなと思います。で今日のところですね、このまたこの次の動画でね、次のホテル移動いたしますので、まあ、そちらもね楽しみにしておいていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。